こんばんは、ゆみです。今日は東京グールコラボ、はい、ということでメイン端末では引いたんですけど、やっぱりね、庭園の6が金木犬艦隊がめちゃ強だよということで、艦隊目指して私の高難易度も一緒にやっているサブアカたちで金木犬ピックアップ引いていきたいと思います。まずはユミエルから。オーブは418個、そしてね、確定演出もまだ見れてないので、確定演出も見たいな、見れたら嬉しいなっていう感じですね。マジで嬉しい、トーカちゃん。一旦神引きか、これは。神引きか、トーカちゃんメインで出なかったんですよ。なんでトーカちゃんもキャッチで引けたら嬉しいなって思ってたんですけど、まさかの10連目でゲットできました。ちょっと10連引いてみようかな。4号も90になったら嬉しいなっていう感じなんですよ。でも15なんで、嘘でしょ。やあ、わあ、びっくり。出たかと思った。まさかのコンプかと思った。当てな。あ、さようなら。もう10、いや、血迷ってるか。血迷ってるか、さすがに。いや、もう10連ワンチャンあるか。ないか。ないない。血迷いかけた。危ない。ちょっと我慢して、マナエルいきたいと思います。はい、それではマナエルいきます。マナエルは星玉もたまりますね。さすがに引きがよっ、やあ、雨のうずめ、ナッキー、ピピン、ない。そう、確定演出もね、見てないんで、確定演出も見たいっていう話しましたっけ。あった、20連目引っ張れ。確定はないです。飲む。お、店内。止まれ、止まれ、止まれ。いやー、でね、では30連目。まばたきなし。シュワンシュワンなし。はじかれなし。やりかえてなし。花火もなし。最近マナちゃんが引きが悪い感じするんですよって思ったけども、やあ、小切さくのちゃん、そうか、まあ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 、40連目は良すぎたか。ネキ君来い。やあ、トーカちゃんだ。こうやって確率の壁って越えていくんですよね、マジで。ひなみちゃんグッジョブは嬉しい。50連目ネキ君お願いします。でもまあユミエルで2体出てるんで、最悪ユミエルで貼ってってくれ。握手か。うわ、
さやとのグッジョブは嬉しいですね。60連目まだあきらが3体以上当ててほしいかな。もうそれだけでお願い。あーそれもかなわず、ちょっと星玉までいきますか。シングルで星玉48なんで、またあきら来い。ここで金木くん来てくれても嬉しい。全然クラブ関係ないんだから。アルミラージ、はい。結構ね、でも単発で出てたって言ってた方もいましたね。惜しい、西尾さんの方でした。ない。ケロン、ちょっと窓開けら2大単発いくか。金木アキラ狙い。金木キョン、まあ、じゃあいいか。マナエルは残念ながら金木くんは出ず。次、はい、それでは次マナエルいきます。マナエルも星玉がたまるということで、そしてね、なんとね、特玉で10増出ました。なので狙いは金木くん。なのでも何もないんだけど、じゃあもう撤退。はい、ということでですね、金木くん狙いガチャ3赤中2赤引けたということで、まあね、1赤ではもう2体も出てくれてるんで、一旦撤退しようかなと思います。みんなだったらどうしますか？4端末で引けるまで引きますか？ちょっと悩みどころですね。もしよかったらコメント欄でみんなの意見もいただけたら嬉しいです。今日の動画良かったと思っていただけたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。ゆみでした。バイバイ。